はい、どうも、タクシコです、今回はですね、ロボコーチ RX の設置方法についてやってみたいと思います。ロボコーチ RX にはこちら、防球ネットポールとコントロールボックス受けが付いてます。こんな感じです。それでは次はロボコーチ RX を開きます。こんな感じです。卓球台の位置に合わせます。これがコントロールボックスです。この防球ネットをボールにつけます。こんな感じです。このゴムを通します。反対側のネットもつけましょう。そしてこのコントロールボックスをこちらに設置します。はい、こんな感じです。はい。このローラーがね、上のローラーがオレンジで下のローラーが赤ですね、はい、このローラーの色とコントロールボックスのね、この上ホイール下ホイールでこの色が統一されてますね。はい、じゃあ次は片付けます。サイドの防球ネットをこのメインの防球ネットの上にかけて、でこれを上に取ります。そうするとサイドのネットがうまく締まります。はい、こんな感じで、でこれですね、この黒いベルトのところにコードを、コントロールボックスはモードの方に使います。これはね、さらにします。このロボコーチ RX はもう少しコンパクトになります。乗ります。そしたら上の防球ネットを持ち上げます。そうすると外れます。同じように畳んで、こんな感じですね。こんな感じになります。はい、でまあ、この状態にして、車で運んだりね、しまったりします。